皆さんこんにちは。今日は私は JR 西日本京都駅に来ております。今日は鉄道の動画ではなくホテルの紹介となります。このように京都タワーも夜となり赤く煌々と光っております。今回宿泊するホテルは京都駅から徒歩で10分程度の距離にあります、ロディソンホテル京都七条に宿泊したいと思います。バスで行くことも可能ですが、バスに乗っても結局10分ほどかかるので、今日は徒歩で移動したいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。ホテルの方に到着をいたしました。位置関係で言いますと、河原町七条の交差点を少し東に行ったところの南側にございます。ホテルの近くには歩いて1分ほどの距離にコンビニセブンイレブンがありまして、最寄りの駅としましては京阪電車の七条駅となります。京阪の七条駅はホテルから歩いて5分ほどの距離にあります。それでは中の方に入っていきたいと思います。すでにチェックインを済ませておりますのでフロントはスルーします。その先にはコーヒーメーカーや水、お茶などがいただけるコーナー、また浴槽に入れる岩塩をここでいただくこともできます。その先には自動販売機のコーナー、また製氷機のコーナーがあります。奥には電子レンジなど、設備が整えられております。それではエレベーターに乗って今日のお部屋に向かいたいと思います。こちらのホテルでは LINE の友達登録をすると特典をゲットすることができます。またフロントにて伊丹空港までのリムジンバスのチケットや京都市バスの1日券なども販売しているそうです。2階に到着いたしました。今回のお部屋は2階の201号室になります。部屋の中はこのような感じ。今回はツインルームの宿泊となります。部屋の中をご覧いただいている間にですね、今回の旅行のプラン、宿泊の予約方法についてご説明をさせていただきます。今回宿泊しているプランは対象府県在住者限定、3回接種ワクチンを3回接種証明があることにより京都魅力再発見旅プロジェクトを利用して宿泊をしております。今回実はシングルを予約したかったのですが、シングルが満室のため直接ホテルに連絡をしたところ、ツインルームを1名で利用することが可能ということで、今回宿泊料金は3000円となっております。3000円プラス京都では宿泊税が必要になりますので、200円の税金が加算されて3200円の支払いとなりました。3200円支払いますと京都応援クーポン券をいただくことができます。今回ですと2000円のクーポン券をいただきましたので、実質1200円での宿泊というような形となります。今回のプランでは朝食をつけておりませんので、朝食を必要な方は朝食付きのプランで予約をしてください。概要欄に URL の方は貼っておきます。そちらの方を参照してください。また京都再発見旅プロジェクトは今のところ9月の末で終了となっております。この動画を上げている頃にはもしかしたら終了しているかもしれませんが、そちらの方はご了承ください。大事なことを言い忘れておりました。この京都魅力再発見旅プロジェクトは京都府、福井県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、そして大阪府にお住まいの方が対象となっております。あともう一つ言い忘れたことが、フロントでチェックインの際にリンゴジュースかコーラをウェルカムドリンクとして選ぶことができましたので、私は今回コカ・コーラ、瓶のコーラなかなか見ないですよね、瓶のコーラの方をいただきました。それではこの動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。